別に何も気まずくなんかないけど、なんか用？あの響ちゃんのことバカとか言っちゃったことを謝りたくて、ごめんなさい。喧嘩越しにあんなこと言っちゃうなんて私らしくないし最低だったと思う。そんなの大きなお世話だぞ。本当にごめんね響ちゃん、ひどいこと言っちゃって。いいよ別に、喧嘩は沖縄の兄貴としょっちゅうやってたし全然気にしてない。でも忠告とかアドバイスは自分には必要ないから、そういうのは黒井社長にもらう。いや、それはありえないでしょ。ねえ、でも黒井社長は自分の恩人だぞ。いろんなことすごく感謝してる。そういえば前にスカウトしてくれたのは黒井社長だって言ってたよね。うん、ほら自分歌もダンスも見た目もこの通り完璧でしょ。だからいつか自分の才能を思いっきり試してみたいって思ってたんだ。うん、すごい自信だねそんな自分にチャンスをくれたのが黒井社長だよ。才能を初めて認めてくれた人なんだ。え？プロデューサーさん、途中から心の声が言葉に出ちゃってますよ。それに自分いつも言ってる通り、どうしてもトップアイドルになりたいからね。自分にはどうしてもトップアイドルにならなきゃいけない理由があるんだよ。どうしてもならなきゃいけない理由？うげ、ナムコプロ相手にまた喋りすぎた。またやっちゃった。じゃあ自分帰ります。バイバイ。あ、ひびきちゃん、理由教えてくれませんでしたね。はい、どうぞ。はい、なりたいです。響ちゃんと同じくらい。うん、響ちゃんよりもっと。それが私の夢だし、プロデューサーさんとの約束ですから。当たり前じゃないですか。ありがとうございます。私もプロデューサーさんと一緒なら頑張れます。はい。合格おめでとう。テレビ見ていたよ。では結果が楽しみなアイドルランク報告だ。ランクアップおめでとう。だが気を抜かないで頑張ってくれたまえ。
ですか、それ。軽薄な感じですよね。あの、プロデューサーさん、ちょっといいですか。今日はオーディションに出たいです。なんだか勝てる気がします。あと、やっぱりどうせなら1位通過したいですね。ここは一つわがまま聞いてやろうって約束しちゃってください。本当ですか。やったー、すごく嬉しいです、プロデューサーさん。仲良きことは美しきことかな。だな、流行は日々変わっていく。未来を読むための流行情報だ。